神戸がしっかりと前でブロックを作っている。面白いボールになった。押し込んだ。今の盛り上げじゃない。決めました。最高でしたね。前線でネットで繋いでのゴール。1対0。オフサイドラインも本当ギリギリだよね、今のは。でもあれはもうずっと繰り返してると思うんですけど、結局通るか通らないかって、ボールの質じゃないですか。質だよね。かなりチャンスが見られました。あれですね、今ベンチで梅崎選手の姿も映りましたが、浅井さん、はい、梅崎選手、お子さん生まれたんですね。そうですね、今のみんなでのゆりかごでお祝いをしてましたね。今日の朝、男の子が生まれたということ。